米大リーグバドレスのダルビッシュ有投手、三十七が日米通算二百勝を達成したことを受け、出身地の大阪府羽曳野市で号外が配られ、市役所には懸垂幕が掲げられて偉業を祝った。写真で振り返る、ダルビッシュ、これまでの歩み、ダルビッシュ投手は名誉市民であるとともに、市のスポーツ、観光大使を務めることから、一般財団法人、大阪はびきの観光局。 がパブリックビューイング PV、を急遽企画。市民ら約30人が詰めかけ、チームの勝利が決まると、スティック型のバルーンをたたいて喜んだ。ダルビッシュ投手の母・育予さん、65も観戦。私の方が緊張した。本当に良かったです。と笑顔を見せた。ダルビッシュ投手の実家と同じ地域に住むという和田道代さん、75は、やっぱりヒーロー。 偉大な選手が地元から出てくれて嬉しい、と喜んだ。同局が作成した号外が近鉄古市駅近くで配られ、乗降客らが受け取っていた。市役所では、祝い日米通算200勝達成、ダルビッシュ有投手、などと書かれた懸垂幕、縦10メートル、横1メートル、が掲げられた。1ヶ月ほど掲示するという、山の葉、山のは、そう、はじめ、市長は、 世界で活躍されるダルビッシュ投手はまさに市民の誇り。その姿は市民だけでなく広く国民に夢と希望を与えておられますますのご活躍を